篠崎直子です。ここは塩浜三丁目、工場や倉庫などが集まっている地域です。大きな車が結構行き交っていますが、こうした場所にも市民が憩える公園があるんです。ご存知でしたか？それがこちら、塩浜第二公園です。昨年度から再整備が進められてきまして、今日9月8日にリニューアルオープンするということで私もやってきました。どんな公園に生まれ変わったんでしょうか。この塩浜第二公園、この昭和62年にこの県の第二埋め立てから市に公園として移管されました。もう20年以上経過したわけでありますけれども、ここはやはり大変松が多かったんですけれども、逆に利用客が大変減ってきてしまったというような経緯がございます。そういう流れの中で、これを市民の要望に応えるという形で、このようなスケートパークというような形でのオープンという形になったわけでありました。ではテープカットお願いします。どうぞ。はい、すぐ隣には工場があって、こっちはまるで別世界ですよね。こんにちは。こんにちは。とても素敵な公園になりましたね。ここはですね、もともとはその埋め立て地域だったものですから、千葉県がですね、埋め立て事業に伴ってこの公園を整備したところなんですね。昭和62年ですかに市川市の方に移管されたと、20年以上経過したということで、ご存知のこう見て分かるようにですね、ここは松の木がいっぱい植えてありまして、一つにはですね、先ほども言いましたように20年経過しまして、大きくなりましてですね、かなり密集した状態になって、ちょっとその公園内が暗くなったりして、利用者がかなり少なくなってきちゃったと。でそのうちに、ゴミの不法投棄やですね、またホームレスが住み着くようになりまして、で大変その環境が悪くなりましたね。で火事が起こったり、また傷害事件なども起こっておりましたので、これを何とかしようということで、平成18年度にですね、ホームレスの待機を機にですね、この松の木を間伐しまして、環境改善を図ったということです。その中で、どんな公園を作ったらいいかといろいろ検討した中でですね、スポーツ公園を、コンセプトにしまして、街の中ではできないスポーツを、楽しくですね、また健康維持、また体力づくり、また仲間づくり、などですね、明るい公園にしようということで、整備方針を作りました。で市川市でですね、健康都市市川のですね、推進ということで、施政方針の中でも掲げておりますので、そこで健康都市市川市にふさわしい、そのスポーツ公園、モデル公園として今回整備されたということであります。整備された塩浜第二公園にはこうした健康遊具もできました。子供から大人まで楽しくできますので、お散歩の途中にちょっと体を動かすのもいいかもしれませんね。面白い。これでも結構癖になるかも。あ、でもいいかも。これなんか楽に運動になってるんだ。いや、こちらに来るとまたこっちとは全然雰囲気が変わりますよね。そうですね、ここのですね、スポーツパークはですね、計画にあたってですね、スポーツ公園をコンセプトに、街の中でできないスポーツをですね、
まあ、楽しみながらやると。また健康維持、まあ、体力作り、また仲間作りとかですね、明るい公園の中で、できる公園ということで、まあ、整備を策定したところであります。なるほど。それでこういったバスケットコートですとか、はい、スケートパークを作ろうということになったんですか。ね、またこのスケートパークについては、はい、まあ、市内にこういう施設はございませんし、県内におきましても、まあ、浦安市とですね、あと山武郡蓮沼村ですか、中の蓮沼海浜公園の中に、はい、ありますけども、大変県内に少ないということで、まあ、計画をしたわけです。なるほど。私スケボーもインラインスケートもできないのでちょっとよくわからないんですが、設備はかなりでも充実してそうですよね。そうですね、まあ、他の新規さんのですね、ものとはですね、まあ、かなり充実した施設となってます。で、まあ、この計画にあたってはですね、地元にですね、まあ、住んでおります、まあ、スケートのプロライダーの方がおりまして、その方の、まあ、意見をですね、いろいろ聞いて参考にして、まあ、計画を作ったわけです。こちらのスケートパークの、なんか設計のアドバイスをされたということなんですが、若干ですね、そうです。どんな特徴があるんですか。とりあえず半分半分で密集しているところっていうんですかね、フラットのところはフラットのところで作ってあげて、まあ、平らなところですね、作ってあげてて、でセクションを密集しているところは密集してあげてるっていう、なんていうの、パークの使い方って単体一つ一つでやるよりかは、なんかこう密集している方がこうトランスファーっていって、あっちに行ったり飛ぶのにあっちに行ったりとか、いろんなトリックをスキルアップにつなげられるんですよ。例えばこう流れとかも作ってあげたりとか、技を決めて次の技を決めるっていう流れをも作れるパークなんで、昔アドバイス的には流れを取れるような形のレイアウトにしてみましたね。じゃあ自然にこうスキルアップができる。そうですね、わりかし各レベル、レベルも初心者から上級者の方まで、まあ、遊べるポイントが結構あるんで、まあ、初めてでも結構扱いやすいパークだと思います。9月8日のオープニングセレモニーでは、スケートボードとインラインスケートのデモンストレーションも行われ、ライダーによる華麗なテクニックが披露されました。デモンストレーションお疲れ様でした。ありがとうございます。ずっと MC をされたんですよ ね、 そうですね、もう滑るのより喋るのが忙しいんで、いつも。あ、そうなんですね。でもちょっとは滑っても。多少は滑ってます。いかがですか、こちらのパーク。やっぱりそうですね、無料でこれだけ広いスケートパークっていうのは関東地方珍しいので、若い子たちの遊ぶ場所としてもすごいいいと思いますね。ずっとこういったパークができればいいなとかって思ってますね。それはやっぱり日本全国こういうのが増えていただければ、僕らのその地位向上というか、遊びじゃなくてスポーツなんだよっていうふうにちゃんと見ていただけるようになりますんで。頻繁にこちらは利用されそうです。なるべく行きたいんですけど、僕神奈川の人間なんですよ。そうなんです。だ、今日のライダーには当然千葉の人間もいますし、地元の子はやっぱりみんなここ遊びに来ようって言ってます。デモンストレーションお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでした、滑ってみて。いや、気持ちよかったですね。でも公共パークでこんだけ充実してるところ珍しいんで、はい、とてもありがたいです。本当にありがとうございます、作っていただいて。はい、やっぱりこういう施設はいいですか、ここは。こちらはそうですね、結構ね、初心者から、まあ、僕らぐらいまで多分やれるセクションになってるなと思うんですよ。はい、結構幅広いレベルの人に対応してる、はい、そうですね。ただから一個だけ気をつけてもらいたいのは、向こうがコンクリートなんで、ヘルメットはちゃんとかぶっとかないと、私ちょっと初心者の子とか大怪我する可能性があるので、はい、もし誰かが脱いでても真似はしないということをしてもらいたいと思います。はい、塩浜第二公園のスケートパークは、スケートボード、インラインスケート、BMX ができるようにセクションを設けています。
オープン初日となったこの日も、市内はもとより県外からも大勢の人が訪れ、真新しいパークを楽しんでいました。いかがでしたか、滑ってみて。いやー、すごい感動ですね。こんな市が作ってくれるなんていうのは、今まではやっぱこう追い出される側なんで、僕らはどちらかというと。滑り心地は、滑り心地すごいですね。ピカピカだし、なんかすごい綺麗だし、どのくらいスケートをやって。もう10年以上です、ね、そんなにやってらっしゃるんですね。今まではどちらで滑ってたんですか。都内とか舞浜とか、舞浜のパークがあるんですけど、そこはちょっともうちょっと子供向けみたいな感じなんで、ここみたいな大きいのが欲しかったんですよね。じゃあこういった施設っていうのはなかなかそんなにない。そうですね、ないですね。遠くに行かないとないか、お金払わないといけないか。じゃあこちらはこれから頻繁に結構利用。頻繁に来ると思います。はい、そうですか。もう毎日のように、はい、毎社会人なんでちょっと無理ですけどね。今日こちらオープン初日なんですけど、はい、もう滑って見られました。あ、はい、あ、でもちょっと下手なので、本当ちょっとしかまだ滑ってないんですけれども。いかがですか、滑ってみて。すごく面も滑らかで、もうすごく滑りやすいです。初めてどのくらいなんですか。あ、歴だけは 2,3 年なんですけれども、本当に本当に初心者で。いや今まではどちらで滑ってた。今までは東京都内にあるパークだったり、まあ、あと千葉に住んでるんですけれども、千葉の公園のあたりでちょっと滑ったりとかしてました。じゃあこの市川市内にこういったパークができたっていうのはどうですか。すごく家から近いのでとても嬉しいです。これから頻繁に結構利用されますか。そうですね、できれば来れる限り行きたいと思います。何年生。4年生です。4年生、はい、これ初めてボード始めてどのくらい。5年ぐらいですかね。あ、もう5年もやってるんだ。はい。いつもはどこで練習してんの。前浜。どう、ここ滑ってみて。広くて楽しい。あ、本当楽しい。楽しい。いや、もうオープン初日からね、すごい賑わっているんですけれども、これからこちらでなんかこうやってみたい計画とか夢とかございますか。はい、そうですね、この施設はですね、11箇所のセクションを整備しております。ですから、国際試合大会とかですね、県内のそういろんな大会ですね、活用できる施設として整備されておりますので、今後はそういう形の大会等をですね、開催できればいいかなと考えております。塩浜周辺にはスポーツが楽しめる公園がたくさんあります。まずこちらは塩浜市民体育館の裏にある塩浜1号公園。野球のグラウンドが2面取れる広さがあります。またグラウンドゴルフなどの軽スポーツにも対応しています。塩浜市民体育館と合わせて利用してください。塩浜1号公園からバイパス方面に向かっていくと、すぐ右手にあるのが福栄スポーツ広場です。ここには野球グラウンドが2面、テニスコートが7面あるほか、ゲートボール場や子ども用の広場など充実した屋外スポーツ施設になっています。スポーツ広場の隣には水辺や木立が心地いい憩いの広場があります。この公園が下水道第二週末処理場の屋上にあるなんて信じられないですよね。塩浜2丁目には犬のリードを外して思いっきり走らせることができるドッグランもあります。塩浜スポーツ広場の一角にある塩浜ドッグランは、小型犬、小型中型犬、フリーゾーンと3つのエリアに分かれています。犬用の飲み水は用意していますが、上水道は引かれていませんので、飼い主さん用の飲み物はあらかじめご用意ください。こういった場所を探していたという人も、スケボーやインラインスケートこれから始めようと思っている皆さんも、ぜひこの塩浜第二公園に遊びに来てくださいね。
塩浜第二公園の利用時間は午前9時から午後5時まで。アクセスは東西線南行徳駅から新浦安行きのバスに乗り、塩浜工業団地で下車、徒歩5分です。7日東山海域連館でコンサート、ソプラノ、スピネット、チェロの夕べが行われました。東山海域連館では昭和を代表する日本画家東山海域画伯の作品展示に加えて、幅広い方に記念館に親しんでもらうため音楽コンサートを行っています。今回行われたコンサートはソプラノ歌手の小泉恵子さん、チェリストの黒川正蔵さん、そして16世紀から18世紀頃に流行した楽器でチェンバロを少し小さくした形のスピネットを演奏する黒川文子さんが招かれ、画伯が好んで聴いたモーツァルトやバッハなどの曲10曲が演奏されました。東山海域連館では9月22日から特別展東山海愛蔵品展が開かれます。画伯の愛蔵品が一般に公開されるのは今回が初めてのことで、画伯が愛し集めたコレクションのうち特に愛着のある名品や名作が展示されます。また9月29日の土曜日には楽器チターの演奏会を開催します。チターはドイツやオーストリア、スイスなどで使われる弦楽器で、チェンバロに似た音色を奏でます。演奏時間は10時30分、12時30分、13時30分の3回です。この機会にぜひ一度東山海域記念館を訪れて、画伯の美をめでる心に触れてみてはいかがですか。8日ニッケコルトンプラザで救急広場が開かれました。9月9日は救急の日です。またこの日を含む1週間を救急医療週間と定め、全国でさまざまな救急に関するイベントが行われています。市川市消防局でも救急医療を多くの市民に理解してもらおうと、救急医療週間にちなんで毎年救急広場を開催しています。今年も消防音楽隊と福島幼稚園の園児による合同演奏で始まり、華やかなオープニングになりました。会場内では救急救命に関するさまざまな展示に加え、高規格救急車の乗車体験や記念撮影のコーナーが設けられ、子どもたちの人気を集めていました。また救命率の向上において市民の協力が不可欠となる応急処置についての講習が行われました。特に市内の公共施設や学校などに設置が進められている AED 自動体外式除細動器の使用方法を説明するための成人、小児、乳児それぞれの練習用人形が用意され、親子で熱心に使い方を聞く様子が見られました。市川市消防局では救急医療を多くの市民に知ってもらい協力を呼びかけるため、来年以降も救急広場を開催していく予定です。10日市の共同事業提案制度の決定を受けた生き生き健康麻雀市民交流大会が行われました。市川市では市民や市内の団体から提案を受け、福祉や環境、まちづくりなどさまざまな課題に一緒に取り組む共同事業提案制度を昨年から始めています。この生き生き健康麻雀市民交流大会は、高齢者が生き生きと暮らせる地域社会を目指そうと、 NPO 法人健康麻雀全国会市川支部が共同事業提案制度に応募し、市との協議を経て共同事業として決定されたものです。健康麻雀とは体力に関係なく誰でも参加できるコミュニケーションツールを目指し、かけない、吸わない、飲まないを合言葉にした麻雀です。会場にはおよそ60人が集まり、
試合中に笑い声が聞こえるなど和やかな雰囲気で競技が行われました。今回の大会では日頃の練習の成果を発揮してもらおうと賞状と盾が用意され、入賞した3人に贈られました。市では今後も市民の自由なアイデアを生かした提案を市と一緒に取り組む共同事業提案制度を実施していく予定です。募集は随時行っていますので、詳しくは市民共同推進担当までお問い合わせください。以上、トピックスのコーナーでした。11月2日から文化会館で開かれる第42回名声展に展示する作品を募集しています。部門は絵画、書、工芸、手芸、写真の5部門で、市内在住在勤の60歳以上の方の作品が対象です。出展を希望される方は10月1日までに公民館や老人憩いの家などに用意してある申し込み用紙に必要事項を記入して高齢者支援課に持参または郵送してください。今年の夏、皆さんは市川の梨を召し上がりましたか？市川市は梨の国産地です。全国で一番の梨の産地である千葉県、その中でも市川市は産出額で一番。市川の梨は全国に誇れる産物なんです。宮崎県に負けてはいられません。地元の産物市川の梨を全国に広げていきましょう。9月7日、たくさんの梨の箱が JA 市川市の倉庫に運ばれました。実はこの梨、9月8日に行われる市川の梨 PR キャンペーンで無料配布される梨なんです。9月8日、銀座4丁目月屋橋公園、お昼に始まる市川の梨 PR キャンペーンを前に JA 市川市と市役所の関係者が準備を進めています。テントを張り市川の梨の上りを立てます。今年市川の梨は JA 市川市により特許庁による地域団体商標登録を取得しました。梨では千葉県で初めてです。今回の PR キャンペーンもこの取得を機会に行われることになりました。この日配布されるおよそ3000個の梨も届きました。梨をトラックから下ろす力仕事を行ったのは JA 市川市野球部のメンバーです。看板の準備も整い、市川の梨 PR キャンペーンが始まります。梨の無料配布が行われるお昼を前に通りがかった多くの方が並んで待ってくれました。300年近い伝統のある市川の梨でございます。非常に全国的にも有名でありますけれども、なお一層有名にしたいということで、ご当地でキャンペーンを行うことになりました。市川の梨 PR キャンペーンが始まりました。無料配布を前に千葉光之市長が挨拶に立ちました。今日は市川の梨の PR にお伺いさせていただきました。どうか後でこの梨を食べていただければ、どんなに甘くて素晴らしい梨かをご賞味いただけるんではないのかなと
というふうに思います。市川市によく遊びに来るというなんだかフラメンコの酒井進さんも市川の梨 PR キャンペーンの応援に駆けつけてくれました。この梨の木、皆さん知ってるっていう人ちょっと手を挙げてみて。あの木の下で寝るとものすごく気持ちいいの知ってます？なんでかでしょ、そういうのをね、この上梨と言うんです。会場が楽しい雰囲気になったところで無料配布がスタートしました。市長や酒井さんも並んでくれた皆さんに梨を配ります。市川の梨という名前は区長による地域団体商標登録を取得しています。地域ブランドとして全国に市川の梨を知ってもらいたい、そんな試みで行われた今回のキャンペーン。たくさんの人が列に並び市川の梨を持ち帰りました。およそ3000個の梨は列が途切れることなく1時間ほどで配り終わり、市川の梨を知ってもらういいきっかけになりました。大好きなんで子供が、はい、子供の分ももらえたんで、はい、美味しかった食べます。はい、美味しそうですよ ね、ご存知ですか、市川市が産地だっていうのはご存知ですか？いえ、分かりません、知りませんでした。初めて出身があの仙台というか宮城なんで利府が有名なんですけども、こっちのは知らなかったです。はい、ちょっと今日味見してみて、なんか市川で梨なんて思ってなかったので驚きました。家帰って食べてみます。あ、楽しみに して冷やして食べます。はい、いや知らなかったです。今もらって初めて分かりました。はい、すごい甘くてみずみずしくて、はい、好きです。この前市川の梨農園に行った時に一袋買ってみたんですけど、すごい好きで、はい、またいただけて嬉しいです。いやもう全部すごく色が良くて美味しそうです。もうね、十字黒きた。どう、梨好き？いつも食べてますよ。千葉の梨ぜひ召し上がってください。好評のうちにね、市川の梨 PR を消費者にきっと受けていただきたいと思います。これからも市川の梨をよろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。地域ブランドのついた市川の梨、その名前をもっともっと広げていきましょう。9月27、28日の2日間、日本橋プラザ前イベントスペースで市川の観光キャンペーンを行います。農業、漁業、文化、伝統、美味しさ、市川のさまざまな魅力を PR します。初めての市外での観光キャンペーンです。普段は仕事で地元市川に触れ合う機会が少ないと感じている皆さん、ぜひ仕事仲間にも声をかけて地元市川の観光キャンペーンにお出かけください。市川市民みんなで市川の魅力を広げていきましょう。9月24日、動植物園で秋の動物クイズラリーが行われます。園内各所に設置したクイズに答えると素敵な記念品がもらえます。用紙の配布は午前9時30分の開園から午後1時30分まで、ただし回答用紙がなくなり次第終了となりますので、どうぞお早めに。
川山口那穂子です。